今年の秋の除勲は愛知県で144人、岐阜県で74人、三重県で64人の受賞が決まりました。このうち、旭日総工賞を受賞する豊橋市上野町の大場康文さんは、2011年から10年間にわたり、愛知県漬物協会の会長を務め、漬物技術研究会を開催するなど、食の安全・安心を推進しました。 またキュウリのキュウちゃんで知られる東海漬物の会長を務めぬか漬け教室の開催などを通じて漬物文化の普及や啓発に貢献したことなどが評価されました食品を安全安心に作るというこういうことに力を注いできました自分の力でもらったんじゃなくて皆さんのお力でいただいたというふうに思っております大場さんは今後も漬物文化の継承に力を注ぎたいということです